通りに向いていっています。1コースは1号艇の原田幸也です。長崎渋谷へ移籍して早くも3年目、このゴールデンウィークシリーズ3連覇を狙う長崎の顔原田。そして2コース2号艇の赤坂俊介です。前節の G3 戦と同じモーターを使い連続輸出としてきました。3コースは3号艇中村亮太。さあ今シリーズも異彩を放って勝ち上がってきた中村、スタート展示は宣言通り角に下がってという動きでしたが、ゆっくりと今後ろに下げます。4コース4号艇の石橋道友、地元戦は昨年お盆シリーズを制覇としています。5コース5号艇の間庭博士、長崎支部切っての愛されキャラがさあここは勝負の鬼となって攻め立てるかどうか。6コース6号艇中島誠一郎、チルト 1.0 の策で挑んでいく6コース優勝戦第12レース枠なり2対4、角は3コース3号艇中村です。第12レース優勝戦スタートしていきました。1コース1号艇踏み込んでいきました。あるいは6コース6号艇も好タイミングですが、ほぼ横一線で1周目1マーク。まずは1号艇の原田が旋回まくる3号艇の中村ですが、受け止めてしっかりと逃げ切った1番の原田、追走が3号艇中村亮太、3番手は4号艇の石橋道友。早くも1号艇3号艇4号艇の3艇リードする体勢で1周目2マーク、スタートは前提正常でした。さあまた外を迫っていく3号艇中村でしたが、前には届きません。しっかりと先頭を運ぶ1号艇の原田、それから3艇新後3号艇の中村、3番では4号艇石橋に接近は2号艇の赤坂、一定審査に近づいてきました。2周目1マーク、1号艇の原田が運ぶ3号艇中村、ボートはさあ差しに向けて少し迫っていきますが、2艇身前が1号艇の原田幸也、追走3号艇中村亮太、食らいつく中村がまた少し前に攻め寄っていきます。3番手は目下4号艇の石橋で、1番3番3番1番競ってきた今2マークは1番アクシデントになりました。3号艇の中村が逆転、追走2番手の格好4号艇の石橋、そして3着争いですが、2番6番6番2番の競り合いからレースは最終周回へと移りました。なお1号艇の原田は2周2マークで転覆のため失格、1番原田は転覆のため失格です。最後の向こう正面になります。先頭3号艇中村亮太、追走は4号艇の石橋道友、そして3番手は2号艇の赤坂俊介で3、4、2の体系。最終ターンマーク、自己艇の外を過ぎる形で最後の直線コーストップ3号艇中村返して、ゴールデンウィーク特選レース優勝戦は間もなくゴールインです。先頭3番中村優勝ゴールイン、2着4番石橋、3着2番赤坂、そして6番中島ゴールイン、5番間庭ゴールイン。